サヤーム博物館外観サヤーム博物館は大王国万国の国立歴史博物館。体験型コンセプトを掲げた大国民主の展示を行っている。正式名はサヤーム博物館国立発見博物館である。サヤーム博物館は2008年4月2日、旧商務省跡地に開館した。来館者の学習と体験を重視した新しい博物館である。 タイの歴史の展示を通して、太陽国の国家の成り立ちについて遊びながら学び知ることができる。博物館では私たちとは何なのか、タイであることというのはどういうことなのか、という国家、国民、民族の問題をメインテーマに掲げている。博物館の運営は、タイ内閣首相府の知識管理開発事務所管轄の国立発見博物館機構が行っている。 国立発見博物館機構は、博物館建設のために2004年に創設された。本博物館は、遊び学びイコール楽しみという基本理念をもとに、各地の国立博物館、その他の博物館からの協力を受けながら完成した。博物館は、旧商務省の建物を再利用しており、そういった面積は3000平米、3階建て、17室の展示室、 300平米の視聴確率がある。ありがとうございます。